東京マーケットワイドをお送りしています。ではこの時間は茅場町にあります内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井洋蔵さんに伝えていただきます。さあ今日は外はどうですかね。暑そうですけどね。浅井さん今日2週間ぶりです。こんにちは。暑そうですね。そうですね、もうかなりもうギンギンに火が出てます。雲一つないですもんね、東京株都庁のね。そうですね、交差点ですが、そうです、私がおります水天宮前のビルなんですけども、はい、その近くでは陶器市なんかやってまして、ああ人形町ね、夏の寿司という感じで、はい、そうですそうです、今日も炎天下でやってますね。はい、さあ今日の相場ですがどうですか。はい、はい、そうですね、まずですね、やはり最近ちょっとその中国のスマホメーカーからの発注が少し途絶えております。そのスマホ関連のですね、工作機械でありますとかロボットでありますとか、まあ、そういったところの関連メーカーがちょっと売られたりして、まあ、設備投資関連ちょっとあまり良くないんですね、株価の方が、はい、でそういったところもありまして、やっぱりちょっと決算どちらかというとマイナスの面にちょっと目がいってしまうと、うん、それからもう一つはその決算発表でこうアナリスト予想があるんですけども、それよりも良ければ買いに出て、悪ければ売りに出るという若干ちょっと投機的な、まあ、トレードされる方もいらっしゃるみたいで、まあ、それがですねちょっとその相場を一段とこう引き下げている、ちょっとなかなかその決算発表時期が過ぎないと落ち着いて売買ができないような状況になっているというところもあるかと思います。はい、あとそれから中国株の方なんですけれども、24日に発表されました、7月24日に発表されました財新の製造業購買担当者景気指数 PMI がですね、速報値の 48.2 から 0.4 ポイント下方修正されて、今日 47.8 ポイントとで、発表されたということで、はい、まあ、下方修正されたわけですけども、うん、それでまあ中国株もまあ軟調に推移しておりまして、まあ、そういったところからまあ日本株の方も若干ちょっと手掛けにくいような状況になっております。はい、はい、じゃあ今日のお話を。そうですね、今日も今週の予定から少し見ていただきます。今週の予定は、まあ、アメリカの PMI からですね始まります。アメリカの製造業 ISM 指数ですね、こちらの方が今日の夜、それから水曜日に非製造業の ISM 指数、こちらはやや横ばい予想ですね、横ばい予想で、非製造業の方は若干改善予想でございます。ということでアメリカの景気関連、雇用関連指標、金曜日にも雇用統計で非農業部門の雇用者数注目される指標が発表されますけれども、こちらの方も引き続き 22.5 万人ぐらいの市場予想でございまして、20万人景気判断、景気が持続的に拡大していくというふうに見られる目処であります。20万人以上を上回る予想でございまして、アメリカ経済引き続き強い、9月の利上げ、9月以降ですね、利上げはもうほぼ確実されているという状況でございます。あと6日は景気動向指数、こちらの方は若干改善予想で、日銀の金融政策決定会合がですね6、7とあります。こちらの方も日銀総裁の発言などが注目されるところですね。あと中国の景気指標が貿易収支、こちらの方はですね前年同月比で輸出の方が2.8%、 6月の 2.8% プラスだったんですけれども、ほぼ横ばいまで、なんて言いますか、マイナスになるという形になりまして、の予想になっています。それから輸入の方がマイナス 6.1% からマイナス 7% と悪化予想ということで、引き続き、中国の景気関連の指標は注目されるところでございます。あとそれから、決算発表停車数と主な企業ですけれども、今日今週のですね社数でいけば今週末の503社が一番多くなりまして、まあ輸出関連中心のですね主要企業は先週の金曜日がピークとなりました。今週がまあかなりまあ山場、2段目の山場になってくるわけです。その後はですねだんだんまあ中古型銘柄の方が多くなってまいります。というところで決算発表、こういった形の会社が注目され、伊藤忠とか商社とかですね、全
ネコンでありますとか食品株でありますとかそういったところが出てくるというところですね、はいはい。それから株価指数の動きなんですけれどもご覧の通りでございまして、やや横ばいトレンドになりつつある感じなんですけれども、拡大しますとこんな感じですね、最近ピーク5月が28日6月24日ザラバですけども、7月21日と、大体まあ1ヶ月弱ですね、営業日数にして20日もないのでまあ、ピークつけてるような感じのリズムパターンが続いているという状況で、2万円を下値にして、ETF 日銀の ETF 買いとかもあったですね、なかなか底堅い動きが続いています。ただ上値も重くなってまして、この6月7月高値まではまだ届かないような状況でございます、それから投資対別の売買動向ですが、海外投資家小幅の売り越し、先週木曜日の引き跡発表のは155億円と小幅の売り越しでございまして、信託銀行は415億円とこちらもまあ若干少なめの売り越し幅であったというところでございます。こちらのもはっきりしたまあ投資の方向性というのはちょっと見えないような最近の状況ですね、はい。それから業種別の株価指数はですね、今日全引け段階はご覧の通りなんですけれども、引き続きですね、海運がトップなんですが、あと医薬品とか小売りとか引き続きその内需系企業が強い、自動車なんかもこういった上位には入ってプラスになっているんですけども、あと安いところでは石油石炭工業というふうな市況関連ですね、商品相場の一段安を、が予想されるような状況ですので、あと鉄鋼なんかも弱いという状況になっておりまして、株価指数の方は引き続き小売りとか食料品、医薬品、食料品、医薬品が強い動きですね。若干ちょっと株価上がってるんですけども、相対的なパフォーマンスはちょっとこうやや低下気味なんですけど、まだ強い陸運なんかも強いです。電鉄とかですね、建設はちょっと横ばいです。あとそれから電気機械、特に機械設備投資関連、非常にその先行指標であります設備投資の機械が非常に弱い動きが続いてます。電気とか続いてます。不動産とかですね、輸送機器若干ちょっと持ち直しの動きです。石油なんかもちょっと再編絡みとかで持ち直しの動きになっております。それではですね、今日の銘柄なんですけれども、今日はですね、ちょっと私の気になる銘柄じゃないんですが、昨年来高値更新銘柄、そして月間出来高増加銘柄も含めて、その中からちょっと、よりすぐって銘柄をピックアップしてみました。はい、20銘柄です。高砂熱学工業ですね、こちらの方はビル空調工事のクリームルームとかですね、のやってる会社でございまして、海外拡大も積極的でございます。毎年自社株買いをやっておりまして、2014年15年は200万株、100万株とそれぞれ株式償却も実施しているということで、ございます。それからよく出てきますけれども、三井製糖、こちらの方は新規の病気ですね、こちらを欧州のノバルティス向けに、治療薬の開発に関わっておりましたので、ロイヤルティ収入が入ってくるということで、あと清涼飲料向けの液糖ですね、砂糖の方も、4、6月伸びておりますので、この暑い夏伸びている可能性は十分あるかと思います。あと雪印メグミルク、こちら乳業大手でですね、みずほ証券のレーティング引き上げなんかもあって急騰してます。健康成分の保有とかです、今後の展開に期待しているということで、長いことちょっと株が動いてなかったんです、久しぶりに動いてます。だからちょっと利食いをこなした後ですね、まだ面白いかなという感じですね。と定価、こちらは前も一遍出てきました、4月に日焼け止め化粧品原料の生産能力を2倍に引き上げております。電子材料なんかも手掛けています。あとダイソー、10月から大阪ソーダに社名変更でございまして、こちらの方は基礎化学品に加えてですね、それを原材料でコスト安いその基礎化学品を自社で作っている基礎化学品を原材料に機能化学品を作っているということで、機能化学品には世界トップシェア商品が、小粒ですけどもたくさん持ってまして、グローバルニッチトップ企業100選にも選ばれております。これ経済産業省 のあれなんですけども、それから PI プレステージインターナショナルという会社です。こちらコールセンターとかですね、BPO 業務、ビジネスプロセスアウトソーシングという外部委託の業務の大手でございます。
をやっております。それで自動車の故障対応とか駐車場管理、海外旅行の保険のですね、保険者向けの24時間日本語サービスであるとか、そういうのもやってる会社で、ちょっと面白い業態ですね。PI プレステージインターナショナル、それから ISID は電通国際、電通国際ですね。こちらは金融とか自動車など製造業向けの社内システムの構築をやっております。あと東方チタニウムはこちら GX ホールディングス傘下のチタン製錬の大手でございまして、現在原料安に加え製品安はあるんですけれども、原料安かそれをカバーしているという形で、情報修正今回ありました。こちらですね、東方チタニウム。両備は北米の自動車向けに、ダイカスト金型ですねが好調であるということで、株価は非常に低いですけれども面白い動きになっています。あとベクトル、こちらの方は企業の広告戦略代行ということで、プレスリリースの配信であるとかネット媒体向けに企業のコマーシャルとかをやっておる会社でございます。それからですね、次ですね、こちらです。こちらの方は富士シールインターナショナル、こちらの方は熱収縮ラベルということ、ペットボトルとかです、瓶とかについているシールですね、周りを巻いているやつですけども、それの市場シェア5割を今日持っているということで、欧州工場がちょっと火災になっておりまして、それの関連費用で減益になっておりますけれども、再び増益に転じる、来期増益に転じる予定でございます。それから金松は電子食料が強い商社であります。それから水フォーフィナンシャルグループ、これはメガバンクですね。あと TC リースというのは、東京センチュリーリースで航空機リースとかアジア向け工場、これも株価を上回れてまいりました。東京急行電鉄はこれは東急ですね。それから阪急阪神ホールディングス、こちらの方はこちら新阪急ホテルとかがですね、非常にこう外国人観光客で高稼働となっているということで、まあ、鉄道なんかも好調です。静岡ガス、こちらの方は初めてタイのガス発電所に投資する海外の 初の投資ということで、静岡県中心に、卸しを広げているということで、こちら、それからこちらは近畿日本ツーリストとですね、クラブツーリズムってよく新聞載ってますけども、広告がこちらの、旅行の会社の KNTCT ホールディングス、こちらの方情報修正しております。最高一気に最高益更新予想、日本関西はビル管理の大手、最高益更新、もうちょっとで最高益更新の予想でございます。ベルーナはカタログ通販大手で、これは実店舗の販売を増やすというところでございまして、本日20銘柄でございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい。